バーがレジンアートっていうのをちょっとサービスとして運営していて、はい、でそれのちょっと体験というか、うんうん、体験をして PR をするために、はい、ご招待いただいたので、うん、レジンアートをしに行きます。で、まあ、今日は1日ちょっと時間があるので、うん、レジンアートの前に和菓子屋さんに寄って、ちょっと手土産の和菓子を買って、はい、あの北中にあるちょっと有名な和菓子屋さんがあるんでね、うん、そこで和菓子を買って手土産持ってレジンアートしに行って、うん、1日過ごそうかなと思います。はい、はい、でカメラマンの方もレジンアート体験しましょう。はい、はい、楽しみです。行ってきます。行きましょう。来ましたね。来ましたね。和菓子ヨーヨーさん、うん、北中ブスクです。うん、なんか美味しい和菓子がね、うん、買えるし食べれるってことで、うん、行きましょう。はい、うわ、すごっ。これも完全に自宅でやられてるんですね。うん、工房にしました。工房だね。勉強ついに、来ました。キビレメンバーのね、ちむどんどんという、インスタグラムの、はい、アカウントをやられてるヒロさんとユミさん。ヒロです。ユミです。はい、さーい。いやですね、ヒロさん、うちなんちゅーでね、うん、そうそう、うちなんちゅー参加していただいてて、ユミさんも移住者で、移住者です。はい、はい、で、レジンアートをね、やっていきます。レジンアート知らない人もいると思うんですけど、うん、どういうものですか。そうですね、まあ、見ていただくとように、こういうあのレジンって樹脂っていう意味なんですけど、うん、このメキシコレジン、あのレジン樹脂を使ってこう色をまずパステル的なものを塗った後にこの液をね流して、うん、ここに白い波をこうちょっと風を寄せながら海のような形で作る、まあ、アートに近いものですね。アート作品を自分で作れますよっていう体験教室、はい、そう、体験教室をさせていただいて、これ流行ってるなと思って。あ、流行ってますよね、うんうんうん、そうそうそう、流行ってるんですけど、うん、どうしたらいいか分かんないですよ、僕らからしたら。そうですよね、うん、で、これを体験できるってことなんですね。そうです、そうです。そうそうそう、うん、いや、うんうん、だからこれ僕いいなと思ったのが、うん、沖縄って雨の日することないじゃないですか。今日まさしく、今日まさしくもう動画朝から撮ってるんで、もう見てる人分かるんです。雨なんです、めちゃくちゃ。雨でもこういうのができるっていうのは沖縄でもすごいいい体験になるんじゃないかなと思って、早速ね、好きな海をイメージして作っていきます。作っていきましょう、うん、じゃあいきましょう。はい、あ、流れちゃうね。あ、なるほど。そう、面白い。もう、ま、もう、もう、もう感動してる。もう来てる、だいぶ。最後、もう行くじゃん。読んでよかったね。じゃあやっていきます。はい、合ってるのか、今俺がやってることは。僕が日常生活で一番やらん作業っすね。だよね。いや、みんなそうだと思う。ずっとキーボード打ってるから。ああ、これね、デジタルデトックスに。いや、デトックスしてる、うん、今。すごいやるですね。集中力を使う。うん、一点集中するからね。なんかあえて筆の圧残してもいいんですか。うん、筆の圧分かんないけど、何を言ってるんだ。何置いていかないで俺を。分かんない、うまくいかないかもしれ
なんかね、T シャツはそんな感じで着てる。安いの買ってるだけですよ。色合いなんか何も考えない。T シャツ好きなのかな。何にも考えない。アート作ってくれる。そうなんかアーティストっぽく見えるわけ。確かに確かに。ただのニートですよ。いやいや。あのどっちを多めにするかを考えながらグラデーションしていきます。なるほど。僕間違いなく遠浅を作るんで。じゃあこっちの幅の方が多くなると思うので、それ何かこう何回も来たくなる気持ち分かりますねこれ、うん、もっとこここうできたなとかが生まれそうな感じがする、うんうん、そうなんだよね。わあ変わってきたよ。おもろ。面白いよね。すごい上手。そうです。そうですそうです。うわおもろ。もうちょっと手前からなんかいいと。そう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 。でこうなんか、うん、そうそうそう。なんか重ねてもいいし、うん、もう太くしてもいいしね。そう。うん、これできっちゃう方がいいですね。あそうなんですか。垂れてもいいので。なるほど。できっちゃう方がいい。すごいですね。遠浅なんでね、だいぶ波が立ってほしいんですよね、うん、太い方がいいと思います。うん、もっと、うん、うわ、なってる、なってきた、よかった、なってきた、これなってるのかな、これ、うん、おこれこれこれって今のところ今のところやーいうわーいいすごいですね。良い上手だねやっぱ、うん、勢いだね。これがまた2、3、4、持った味だから味が出る、うん、変わってきます。これでさえも変わってるでしょ。あ、本当だ、動いてる、動きがある。そう、2つのコントロールしなきゃいけないっていうところもどうしても出てきちゃうので、はい、どっちを優先、やってみて、あ、こっちがうまくいきそうだと思ったらそっちから先に攻める、うん、って感じ。もうやってほしいですね。あ、怖い。これで全てが決まります。散らすか、もう少し散らすか。あ、わかんない。そうそうそう、その分振って振って振って、そうですそうです、はい、あ、いい、そう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 、あ、かわいい、うん、かわいい、うんうん、ちょっと遠くに、はい、撮ってるもん、先生や二人で、はい、ということでレジンアート完成しました。こちらです。はい、いや素晴らしいですね。重かった。本当ですか、うん、どうでしたか。いやもうなんか、うん、僕はほとんどこういうのはやらないんです、うん、ずっとパソコンなんですけど、うん、めちゃくちゃいいっす。いやで沖縄来て沖縄でやるから多分意味があるっていうのもある、うん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 、もう沖縄の海を自分で作るっていう感覚はなかなかないですもんね。得られないし、できない。そう、うん、なんでこれもぜひ、うん、やっていただきたいと思います。で、これはインスタグラムで募集をされてるんですか。そうですね、ちむどんどん夫婦のインスタの DM、うん、DM で、はい、送っていただいて、はい、予約だとやり取りをさせていただいてますので、概要欄にじゃあそのインスタグラムのアカウントを載せておきますので、皆さんもうね、沖縄はね本当に雨のこと多いんで、うん、雨の時にできるレジャーってとにかく少ないんです、うんうん、これはもうそれの代表に僕はなれると思いました、はいはい、で、これ体験されるのが南部の方ですよね、今沖縄で。そうなんです、私たち南部の方に、ね、ハイバルの方に、ハイバル町っていう、ね、になりますので、はい、でハイバル町も近くに糸満とかもあったりとか、うんうん、ショッピングモールあったりとか、お魚センターいろんな、ボットもいっぱい
パーソナルとかあるから、はい、もう南部中心の旅でこれ一つね、プログラムに加えてもらえればめちゃくちゃいい思い出になると思います、うん、で、沖縄ビレッジ僕運営しててお二人は沖縄ビレッジ入っていただいてるんですけれども、うん、沖縄ビレッジに入ると、割引でこれを体験することができますので、はい、これも概要欄から、沖縄ビレッジ入っていただいて、ぜひ楽しんでいただければと思います。はい、はい、ということでね、ちむどん夫婦さん、このレジンアートお世話になりました。ありがとうございました。楽しかった。楽しかったです。楽しいっていうか、なんかもうデトックスされました。あ、よかったよかった、うん、じゃあ男女関係なくできるもんね。男女関係なくできるから、もう皆さんぜひ、ちむどんさんのインスタグラムから予約してみてください。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。